世界の自動車メーカーが技術の極限を求めるフォーミュラー1グランプリレース。車の耐久性、操縦性、安全性、スピードを追求するための最も困難な、しかし最も確実な道なのです。1965年10月24日、今年の F1 レースの頭尾を飾るメキシコグランプリがロドリゲスサーキットで開かれようとしています。ホンダ F1 は世界グランプリレースに日本から初参加して丸1年目、1500cc、12気筒エンジン、ホンダ独自の燃料噴射ポンプを装備し、毎分1万3000回転で240馬力、最高時速は300キロをはるかに超えるこのレーサーに、日本びいきの6万のメキシコ観衆は温かい声援を送ってくれました。メキシコシティは海抜2400メートル、初の高地オリンピック会場として注目を浴びているところだけに、レーサーの調整にも一層厳しさが要求されるわけです。ロータスティームのジム・クラークをはじめ超一流のドライバーたちに混じって、ホンダティームのリッチー・ギンサー、ロニー・バックナムの健闘が期待されています。ディアス・オルダス、メキシコ大統領もパドックに現れ、各選手に親しく握手激励を送られました。いよいよスタート。世界の名車にごしてホンダの2台のレーサーも豪快な排気音とともに飛び出しました。1周目早くもギンサートップ、バックナムはやや遅れて9位、チャンピオンのジム・クラークは調子が出ずずっと遅れてしまいました。ダン・ガーニーが必死に追走を続けるほかはホンダを追う車はありません。遅れの車も出てきました。ジム・クラーク、ついに力尽きて脱落。ギンサーますます快調、2位を大きく離して力走。65周335キロのコースを2時間8分32秒でただの一度もトップを譲らず見事優勝。チームメイトのバックナムも追い上げて5位に入賞しました。日本車勝つにメキシコシティは沸きに沸きました。わずか10レース目で優勝という事実は世界の自動車の歴史でも画期的な記録なのです。ホンダの走る実験室 F1 レーサーはこうしてその役目を完全に果たし、日本の自動車技術に対する世界のイメージを大きく変えさせたのです。ホンダはレースの輝かしい成果をもとに優れた車を開発し、続々世界の市場に送り続けています。